F コーラジオキリーツ気をつすいませんキリーツ気をつけレイお願いします。今週の終盤は村上里と山内夏です。このラジオは普天間高校放送部が毎週日曜日11時から12時までの1時間高校生の日常をゆるくお届けする番組です。この番組ではパーソナリティを終盤と呼んでいます。これは普天間高校の終盤というシステムを真似したものです。日直と同じものですが、日直と違うのは1週間ごとに変わることです。この番組のパーソナリティも1週間で変わるということで名前が決まりました。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスはすべて半角で 797@fmgino1.com です。また FM ギノワンではツイキャストユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんのツイートお待ちしております。ハッシュタグは F コーラジオです。始まりました。始まりました。すいません、最初突っ走っちゃいましたね。いいんだよ。いいですか。いいんだよ。大丈夫ですよね。さあ、あ、います、います。この2人、夏休みに全国青年ボランティアアクション in 福島というものに参加することになりました。5泊6日だっけ、うん、長いね。長いね。7月29日から8月3日まですごい長くやるんですけど私たちは朝3時半から沖縄から羽田に飛びます飛びます。深夜便って初めてなんですよ。うーん、すごいすごい時間がおかしくなりそう、まあ、間に合わせるためですもんねあれで、あの、すがすがしい顔で遅刻するか、やつれた顔で間に合うかも一緒にやつれようね羽田からね、羽田から福島行けるかな、猪苗代まで。頑張っていくしかイメージトレーニングはバッチリ。あ完璧、うん、すごい大切だからね、つかないといけないもんね途中で諦めて帰ることができないというだから、うん、5泊6日どこでするみたいな野宿だな、野宿。つらい、やだな、うん、このボランティアって、うん、すごいいい体験になると思うんですよ。うーん、すごいですよね。うーん、一緒に行くんだよ、他人事みたいに言うけど、うん、あ、一緒にね、うん、すごい楽しみです。これん何ですか。何か言おうとしたけど忘れてしまったよ。あー、お前が頭が当たりないようだあれ、今日は何時に起きたんですか寝てすらいないよ危ないやつです夏さん、どうしたんですか本が面白かったんですよ。あ、ちなみにどういった、あの、太宰治の、お、うん、もう題名が思い出せないんだけど、太宰治と芥川龍之介と怪談レストラン読んでますすごいですねめっちゃ本読んだんですよね。じゃあもう、うん、はって気づいた時にもう、うん、もうなんか体で感じてる時間では3時くらいかなだったんですけど、外見たら明るくて、うん、え、6時ってなってました。すごい危ない危ない。カニワトリと一緒に起きたんですか。あ、そう面白い面白い自分その時間寝てましたよ。あ、そうなの普通に寝てました外から起きてるって連絡来た時、起きてるよちょっと疲れてましたよね、うん、文字面なんかめっちゃ疲れてるなって思いながらあー、やっぱりね、周りが見えなくなってしまうので、うん、睡眠不足は危ないですよ、うん、きっと。本当だよね、うん、頭が目が、うん、みたいな危ないです危ないやつじゃないかねまだ危ない、まだのまだでもない、うーん、まあ大丈夫でしょうあー、そういえばさ、はい、
福島からさ帰るときは別々じゃん。あー確かに2人、うん、そう私石垣行く、石垣とっても楽しみ。おどうします。うん、どうしようもないよどうしようもないよ、まあ、予定では同じように行くって感じなんですけどね、時間がずれるだけで。まだちょっと怖いんですよね一人で行くのは。ルート調べた一応帰り、一応は調べては、うん、もう駅員さんを捕まえるっていうのが最初のミッションです。うん、そうですね、大切なことですよ。あ、わかりました。すいません、これに乗りたいんですけど。駅員さんを一緒に沖縄で。あ、もう荒技に。危ないですね、ダメですね。一緒に沖縄まで借りましょう。誘拐ですから。逆の誘拐になっちゃいますね。危ないですね。ああ、じゃあダメだ。じゃあダメだ。うん、そう、ダメだ。元がダメでしたね。すいません。うん、頑張りますよ。頑張ります。行けるように。でも5日目だけ、5日目には観光も入っててね。あ、いろんなとこ作ったりするっていうのが楽しみ。炊き出し。なんか先輩にその、うん、このボランティアに参加した人がいて、あ、なんか伊勢の人が来るよ、あのそこの人たちめっちゃ面白いからね。お、あ、楽しみだなって。すごいですね、そこまで話が。うーん、頑張ろうね。頑張りましょう。では曲の方入っていきますか。では佐藤さん、曲紹介お願いします。はい、わかりました。それではここで1曲お届けします。星野源で3。何があったの？寝てたからちょっと暇して打たれたとかじゃないよね。うんうん、いろいろ乗っけてみた。うまい具合に乗っかってた。完璧。ほら7個だ。靴下じゃなくて消しゴムだ。靴下、嫌だよ。いじめだよ。うん、聞いちゃうな。寝たらダメです。寝ていい？うん、いいよ。今の間に寝とこう。まあ、あとは任せた。やめろ、哲学哲学もうこの紙を渡すから。やめろ、紙紙だな。伝わんねえよ。難しい。ちょっとほっぺた引っ張って。つかめないのか。起きた、起きた。すごい痛くないんだよね。嘘、肉がいっぱいある。合唱の時期はさ、すごいほっそりするわけよ。え、気持ち悪いわけ。うん、シュッシュッってなるんだけどさ、今はダメ。ポン、うん、何もしてないから。アンパンマン、ごめんなさい、私の中学時代のあだ名です。いたよ、こっちにもアンパンマン。アンパンマン2。すごかった。校舎の2階の美術室からさ、うん、アンパンパンって呼ばれる。なんか出たなバイキンマンとか乗った方がいいのかな。
それがいいかもしれない。あんパンすごい。またそのパンをあげて。僕の顔をあげろ。あんパン。アップルパイで代用したっていう話を聞いた。アップルパンじゃん。アップルパイマンみたいな。アップルマン。おかしくない。リンゴマン。え、代用できるの？アンパンマンって代用できるのかな。じゃカレーパンマンの中にアップルパイなどする。アップルの気持ちは。それはやばい。ほっぺた無理無理してた。はい、データベース受けた。うん、24枚です。せーのって言う。今週のふてんま、はい、はい、始まりました。始まってるんだけどね、最近。そうですね。このコーナーは今週ふてんま高校であった出来事を紹介するコーナーです。そうですね。もう今週何があったってあれしかないよ。またあれですよね。もうあれの下りが多いね。多いですね。データベースを王座決定戦テストみたいな、みたいな。そうそう、キーテストが何点でした？自分77でした。おあ、いい感じ。お、何点でした？91です。おー、めっちゃいい。さすが。でも前回満点取ってるからさ、今回も満点取りたいなって思って、ちょっとぼちぼちやってたんだけど、うんうん、あ、なんか、あー、ダメだな。アクセントが難しいね。あ、覚えられないよ。英単語のアクセントは確かに難しいですね。ION の手前はアクセントぐらい。ショップ。ああ、聞いた聞いた。ああ、なんか今回なんか同じデータベースのテストを、うん、もう2学年だから2回やってるじゃん。だからそこそこ満点が多くて悔しいんだよ。うん、あ、結構上位のなんていうんですか、上位50名は張り出されるじゃないですか。うん、そう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 。なんかその中に友達とかいて、うん、あ、すげえなーみたいな。点数もなんかめっちゃ上じゃないですか。あ、やっぱり、おー、すごいみたいな。お、すごいみたいな。でもさ、91でもさ、なんか23位だったわけ。うん、もっと上がいるはずだ。あ、悔しいね。悔しいね。すごいな。でも77点だから、なんとも。あ、でも平均よりは上だったから、まだ喜べるっていうか。次はあれだよ、現代文テストだよ。あー、来ましたね。あ、今週？あ、来週？来週。来週、うん、あるね。びっくりしましたね。現代文はなんとかなるんじゃない？多分 maybe。 まあ日本語っていうのが、そう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 、強い。0点は取らないと。0点はギリ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 って言ったね。だって220個の中から出てくるわけじゃないですか。うん、うん、いけるいける。いきます。いけるいける。あ、今日はバスの帰りのバスの中で見ようかなみたいな。おー、ちゃんと持ってきたんですけど、でも開けるかなみたいな。開け開いたらなんとかなるよ、多分。じゃあ頑張りますよ。一応はデータベースのさ、うん、CD 使ってる？あー、前は1回使ったことは。あ、そうなの。あの、例文とかをさ、うん、CD に続いて読むとさ覚えやすいよ。続いて読んだことはないですね。あー、次やってみようかな。お母さんとかがテレビ見てると黙れって言われる。うん、そう、そんな近くで。そうそうそう、お母さん怖いよ。あー、マジか、すごい。
なんか、うん、一種の競技みたいな、うん、なんだろう、勝ちたいって思うの気持ちが湧いてくるんです。データベース。データベース。響きがまずかっこよくないですか。データベース2000、2000？ 4500です。4500。半分ぐらい違います。あれ？英単語テストがね。英単語ね。うん。佐藤は専門学校ですか。うん、そうだね。大学は目指してないからまだ楽しくできるっていうか私を置いて県外に行くのねごめんね夏行きたいです県外私も専門学校に行こう。前大学って大学行きたいです。あ、どこでした。予定っていうか目指すっていうか行きたい大学県外にあるんだけど、家の状況考えたら沖国か、まあ留大だね一番ね。おお、留大。オープンキャンパスあったそうですよ。うん、知ってる。昨日でしょ。 昨日だった、うん、今日かと思った、もう参加しました。うん、体調崩して寝てました。辛いですね。すいません許さない。して行く予定なかったんですけど去年行きましたよ、うん、あ、行ったの。友達に誘われて結構すごかったですね。お、人がやっぱ多くてすごかったです。とにかく、うん、佐藤の将来の夢は何だっけ。自分は整体師になることですね。いいね、うん、ま、今週の普天間から関係なくなっただんだん遠のいちゃった。じゃあ次行きますか。あ、もうちょい話します。そうですね、自分、あ、じゃあ将来の夢自分は整体師なんですけど、うん、県外でなんか勉強して、うん、あの沖縄に戻ってくるっていうのが、うん、大きい夢で。いいね。沖縄で自営業をします。沖縄に一応帰ってくる予定ではあるね。あ、自営業しますよ。行くよって言いたいけどマッサージが、あー、私は肩弱いですよね。肩だけじゃない、首も弱いです。くすぐったがりのものであ、危ない感じですね。じゃあもう来ない方がいいと思いますよ。行かない。おしゃべりしに来てください。うん、なんか茶化しに来るよ。待ってますよ。お金は取りますよ。は茶化されないっていうか。は、まあ、なんでそれ。その時だったらその時になったら変わりますよ、もちろん。おう、うん、夏さんは夢あります。なあ、私は、うーん、心理系の学部を出て、お、公務員試験を受けて、そこで、なんだろう、児童相談所で働く人になりたいなっていうの。倍率がめちゃめちゃ高いんですよ。おっていうのを今週調べて。すごそうですね。25倍とか出たかな。すごい人気なのよね。人気。頑張ってください。留大行くんだったら、うん、院も出て、うん、そこから臨床心理士っていうちゃんとそういうのやりたいなって思うんだけど、留大だとさ、その試験を受ける資格が1年の実務経験がないといけないわけね。沖、うん、国はすぐその受験資格が得られるんだけど、うんうんうん、そうそうそう、家庭がいっぱいあるっていうか、そうで、大学院出ただけの、うん、なんだろう、素人がどこかで実務経験させてもらえるかなっていう、うん、難しそうだなっていう。でも沖国だと学費が高いから留大みたいに大学院行けないかなっていうね、うん、あ、迷うところがいっぱい迷うありますね。うん、あ、すごいすごい、すげえ。私はもうギタリストになるんだ。あ、ぶっ飛びましたね。まあ上手ですからね。いやいや、ギタリスト。中学の時にさ、うん、うん、なんだろう、俺高校落ちたらサーファーになるっていう人がいて、今ちょっとふっとそれを思い出しました。あ、高校受かったんですかね。多分。おお。サーファーになってないから、ね、海見たらいるかもしれない。ハワイ行ってサーファーになるって面白いなこの人。ハワイ、あ、すごいですね。話が脱線しまくったね。すいません。じゃあもうこっち行きましたね。この
今週のテーマは今週はデータベースの決定戦がありましたということで取りたいと思います、はい、では以上今週のテーマでした。でした。じゃあ続いてのコーナーいきますか。続いてのコーナーはですね、私の趣味全開の哲学の部屋でございます。おー、始まりました。始まりました。ただただ私が喋りたいだけのコーナー先々週もありましたよね。そうあー、これ第2回目っていう。そうすごい面白いやってっていう人と、うん、面白くねえよやめろっていうのがおすごい、うん、あー、そう、昨日なんかいっぱい候補があったんでね。うーん、カフカの毒のパズルとかで、昨日あ、そうだこれやろうって思ったのが、はい、ラプラスの悪魔っていう、おー、これ哲学っていうか主に物理学の話になるんですけどはい、いいでしょ、聞きたいです。でネットからそのまま引っ張ってきたラプラスの悪魔っていう文章っていう説明文がある瞬間に起きる全ての物質の力学的状態と力を知ることができ、かつそれを解析する能力があるなら不確実なことはなくなり、未来も過去同様に見通せるだろう、バイピエール・シモン・ラプラス。おお、すごそうなお話まあとても簡単に言うと、はい、まあ、いつでもいいから、はい、ある時間の全宇宙の粒子の位置と速さが分かれば分かって、かつそれを計算できる優れた計算能力があるなら、まあ未来も過去同様に見通せるよ、もしそれができるならねっていうことです。おー、すごい計算。あ、だから物理学とかが入ってくるんですね。哲学好きなんだけどさ、うん、調べれば調べるほどなんか物理学の要素近づいてくる。そうあ、地学楽しいんだけどさ、私分離って地学取ってるんだけど、地学とっても楽しいけどさ、あ、物理も一緒に取りたかったなって思う時がある、うん、あ、物理すごいなんかやばかった。なんだろう、昨日これを、うん、どうやって説明しようって思っていろんな資料を引っ張り出して読んでたら、読むほどなんか説明どうやってしたらいいんだろう、逆に迷ってきたみたいな。あ、これラプラスの悪魔、まあ、つまりは、うん、計算によって未来も過去も全部分かってしまう、うん、まあ、なんだろう、決定論みたいなやつなんですよ。でアインシュタインとかもこれを支持してて、そうで、まあ、20世紀に入って量子力学っていうのが登場したことで、うん、この論は覆されてしまったんですけど、量子力学、まあ、物質を構成する原子とかそういう最小構成体のことですね、だったと思うで、まあ、このは大丈夫ですかこれのこの量子力学の、うん、まあ、元となる考えを築いた人ですら、このラプラスの悪魔、ラプラスの唱えた決定論を支持してて、うん、ね、ただそれを正しいって証明しようとすればするほど、うん、よりなんだろう、覆されてしまうということで、あ、まあ、はいはい、なんだろう、結局全宇宙の粒子の位置を把握することなんかできないよっていうので、まあ、物理学者さんたちが、うん、まあ、悩むことはなくなったんですけど、うん、面白いですよね。すごいですね。なんだろう、まあ、目に見えるくらいの大きさのものに関しては、うん、まあ、どういった法則で動いているっていうのがある程度わかるみたいなんですけど、うん、ただ、ね、ちっちゃい粒ってなるとすごい、ね、うん、今までの法則に従って動かないっていう。でそれをなんだろう、面白く実験したのが二重スリットっていうのですか、ね、おー、どう、調べてみてください、ね、あ、説明は説明、うん、疲れるよ。あ、じゃあ調べますねなんだろう、に紙があって、うん、穴が開いてます2つの、はいはい、そこに、あ、まあ、向こう側に紙の糊がついた紙があるわけね、はいはい、そこにパーって砂吹きかけたら、もちろんその開いてる形に砂がつくんだけど、お、光の粒とか発射すると、うん、なんだろう、波になるわけよ。そのスリットの形につかないわけね。ですごい、なんだろう、光の粒だっけな、光の粒を飛ばすと、まあ、砂みたいに粒だからスリットの形になるだろうって思うんだけど、確か、うん、なんだったかな、ボーダーみたいな、ボーダー、あ、
しましまになるんですか、多分そんな感じだったと思う。すげえ。すごいな、全然法則に従って動かないんだなっていうね。じゃあもっと詳しくは調べてもらって詳しくは自分でどうぞあーすごいですね。量子力学は、うん、まあラプラスの悪魔がつまり言ってることは、うん、なんだろうね、全部は物理学の法則に従って全て計算し尽くされたものであるっていう。ただ量子力学でこれが覆されて自由意志も、まあ、復活したわけですね。自由意志って、まあ、決定されてないみたいな、あ自分で考えてみたいな、そうそうそう、あ、うん、だと思うはいはいはい、ラプラスの悪魔難しいんだよ。うん、すごいですね、この話題を取り組もうっていうのがかっこいいと思いますよ。だって好きなんだもんすごいですね。あ、この哲学の部屋喋ってて楽しいめっちゃすごいと思いますよ。ちょっと多分聞いてる方もおーおーってなってるかもしれないですね、まあ、うん、でも説明があまり得意でなくて、うん、本読んで難しいと、うん、難しくて噛み砕けてないところもあるから、若干なんだろう、間違いもあるかもしれないですけど、ああ、いやでも高校生でこんなに話せるのはそうかな、すごいと思いますよ。うん、すごいですね、高校生すごいね。なんでそもそもさ、うん、計算で全てが見通せるって思ったんだろうねラプラスさんは。すごいですね、すごいよね、うん、もう書いてある紙に公式とか書いてあるんだけどF とか習いましたよちゃんと習ったのいいなF イコール MA、 おう、習いました。さあ来週はこのコーナー引き継がれるのでしょうか絶対ないね、どうですかね絶対ないね。またナッツさん来た時にもしかしたらやるかもしれないような、うん、半分このコーナーのためだけに来てる半分って結構なそうそうそうですよ割合が。残りは何だろうね、うんうん、楽しみだなっていうあ、すごいですね。では今回紹介したラプラスの悪魔、興味が出た方は各自で調べてもらってそうですね、検索ができますね。私も次の哲学の部屋では何喋ろうかなっていうのを考えておきます、はい、では今回はラプラスの悪魔についてご紹介いたしました。では哲学の部屋でした。ありがとうございました。ありがとうございました。では次曲の方入っていきたいと思います。はい、曲入ります。すいません、じゃあ続いて2曲目お送りします、はい、時代で空船。ツイキャス来てるんで、行けば、ね、あ、はーい、これしたの、うん、何撮ったんだろうと思って分からなくなっちゃったねえ、まあ、スクショしたらいっぱい文字かぶるじゃん。全ての水分が恐れまして家さたたたたた Twitch で見てる方々にもね、曲が聴けたらいいのにね。あー、映像だけだっけ。そうそうそう。あー、じゃあ音声も入ってます。あ、そうなんですか。そうなんですか。音楽入ってないですけど、この声は入るよ。あー、
どうやったら来てるかダメかいや、あのヘッドホンを近づけうん、なんか前で喋ってる時の動画が送られてきたんだけどさ、動きが気持ち悪いって言われた。前で喋ってるっていつ？なんか代表者会議。ああ、気持ち悪いっていうの。そうひどくない？ひどいな。なんか癖でこんなとかやるわけさ。ああ、キモいって言われた。ええー、めっちゃ楽しかった。どこが？ちょっと自分でも見て気持ち悪いなって思ったけど。もう覚えたんだけど。フォントルロイ。フォントルフォンフ。書いていて書いていて。ドナルド。20秒前です。はい。マイクあげます。タイトルコールを任せた。うん。続いてのコーナーは心診断。心診断。このコーナーではあなたが気が、あ、すいません、あなたが気づいていない本当の自分を簡単な心理テストで楽しく分かっちゃおうというコーナーです。自分は確かにこんな性格だなとかちょっと違うなと思う時もあると思うかも思うんですけど、うん、いい結果を信じるのが一番だと思います。はいはい。あ、で今回は心理テストのアプリを取りました。アプリこのコーナーのために取、はい、りました。でその中から一応いろいろ選んでみたので楽しんでほしいです。はい、ではまず最初にウォーミングアップしてもいいですか？あ、はい、ウォーミングアップですね、うん、はい、いよいよ。じゃあまず手を使った心理テストをしたいと思います、ね、うん、では両手を体の前に出してください。で両手を組んでみてください、うん、両手を組む。両手をこんな感じで。こうかな。はい、指を交差させる感じで、うん、いいですか、うん、では右と左どちらの親指が上になっているか確認してください。左だね。あ、左ですか。左が上です。ではこの心理テストの結果を言いたいと思います、うん、あ、怖っ。この心理テストではあなたがリーダー気質かサポート気質かを表します。うん、左手の親指が上にある人はサポートタイプ、縁の下の力持ちです。逆に右手の親指が上にある人はリーダータイプで、うん、みんなを引っ張っていく力がありそう、あるそうです。ああ、どっちですか？私は左なのでサポートタイプですね。あ、はあはあ、すごいですね。いい、あ、まあこれでウォーミングアップは終わりなんですけど。じゃあ次、うん、これ、あ、違いますね。
3択の心理テストしたいと思います、うん、はいはい、いきますね。あなたは今お仕事中ですが、気がついたらお昼休憩になっていました、うん、お昼、あ、すいません、お腹が空いたのでお昼ご飯を食べようと思いましたが、どうしましょう、どうしましょうか、うん、1、一人でくつろぎながらお弁当を食べる、うん、2、同僚を誘って外へ食べていく、うん、3、残った仕事を終わらせてから食べる。あ、残った仕事を終わらせてから食べる。あ、自分もそれでした。一緒だね。一緒ですね。あ、いいですか。で、一応最後選択肢確認しとこうか。あ、しますか、うん、じゃあ1、一人でくつろぎながらお弁当を食べる、うん、2、同僚を誘って外へ食べに行く、うん、3、残った仕事を終わらせてから食べる、うん、はい、では結果、結果いきたいと思います。どうぞ。この心理テストではあなたのライフスタイルを表します。一人でくつろぎながらお弁当を食べるはコツコツタイプであり、快適な生活を維持しようとします。同僚を誘って外へ食べに行くは、うん、家の中でなく、あ、すいません、家の中でだけ、中だけでなく、うん、外の世界を求めて人脈を広げていこうとします。うん、残った仕事を終わらせてから食べるのは人生に刺激を求め深入りしてしまい、お金を使いすぎるタイプです。どうなのかな。合ってました。わかんない。あ、佐藤どう。自分ちょっと違うかもしれない。あ、そう、うん、割となんか倹約家な感じするけど、佐藤お金はそんなに使わないとは使ってるのかな。あ、次行きましょう、次行きますか。次行きましょう。次行きますね。ではこれも3択です。お、来ます。誰もいない部屋にポツンとぬいぐるみが置いてあります、うん、すると突然そのぬいぐるみは話し出しました、うん、以下のうちぬいぐるみはどのセリフを話しましたか。1、どうしてこんなところにいるんだろう。2、僕は一体誰なんだろう。3、僕はこれからどうなってしまうのだろう。なんか全部言いそうだよね。全部。うん、待ってよ。まあまあ、もう一回いきますね。うん、どうしてこんなところにいるんだろうが1、2が僕は一体誰なんだろう、3が僕はこれからどうなってしまうのだろう。はい、いいですか。この3つの中から1かな。1ですか。あ、じゃあいきますね。このテスト結果は、この心理テストではあなたのどのタイプの、あなたのどのタイプの知性を持っているかを表します。どうしてこんなところにいるんだろうでは、体を重んじるタイプで、頭より体が先に動いてしまうタイプでしょう。おお、僕は一体誰なんだろうでは、感情を重んじるタイプで、何事も感情優先で物事を進めるタイプでしょう。うん、僕はこれからどうなってしまうんだろうでは、理性を重んじるタイプで、何事も頭で考えて冷静に行動するタイプでしょう。うん、おお、佐藤はちなみにどれだ。あ、そうでしたね。自分は2でした。2、僕は一体誰なんだろう。感情優先。そう。え、そうでもないと思うよ。そうでもないよね。いや、私は全部合わない。私は1だよね。うん、1は頭より体が先に動いてしまう、うん、とっても合ってると思う。とっても合ってると思う。すごい合ってるね。うん、うんうん、分かるかもしれない、うん、そうだなって感じするもん。、うん、とりあえず飛び込んだらどうにかなると思って。頭より体、確かに当たってる感じですね。あ、じゃあ次ちょっと雰囲気っていうか変えて、うん、恋愛タイプみたいな、どんな恋愛をしたいかについての心理テストいきたいと思います。うんうん、これ5択なんですよ。5択多いね。ちょっと長いんですけど聞いてほしいです。聞く、うん、お願いします。あなたは恋人にリボンをプレゼントしようと考えています。どんな色のリボンをプレゼントしますか。次の5つから1つ選んでください。いいですか。うん、あ、すいません、選択を言ってないですね。うん、1、緑色、うん、2、赤、3、黄色、4、青色、5、茶色。5つ多いですね。茶色だ、茶色。茶色。お、一応もう一回言いますね、うん、どんな色のリボンをプレゼントするか。
1緑色、うん、2赤色、うん、3黄色、うん、4青色、うん、5茶色、うん、はい、この中からいきますね。佐藤はどれ？自分は緑色、自分が好きな色っていうか、そうなっちゃいますね。いきますね、うん、この結果はあなたがどんな恋をしたいのかを表しています。お、緑色は争いなどがない安定した恋愛をしたいと考えています。よっしゃ、あ、すいません。赤は刺激的で情熱的な恋愛を求めています、うん、黄色は、黄色を選んだ方は笑顔が絶えない幸せな恋愛を求めています、うん、青色は落ち着きのある静かな恋愛を求めています、うん、茶色はぬくもりのある温かさのある恋愛を求めています。おお、あったかい、うーん、あったかい、どうです、どうです、うーん、そんなに、うーん全部うーんで、うーん、うん、今のはとても合ってるよ。あ、あ、合ってた、めっちゃ合ってる、合ってた。おお、なんか、うん、あったかい、なんか、うん、うん、ぬくもりが大切なのね。うん、なんか、ね、甘えても許してくれそうな人がいい。あ、うん、は、頑張りましょう。もう、うん、頑張るよ、まあ、まあまあまあ、悲しいよ。すいません。じゃあ今度もう一個いきますね。はい、あなたは異性から、あ、異性の知り合いからプレゼントをもらいました。そのプレゼントの中身は何でしたか？4択です。選んでくださいね。はい、1バラの花束、2本や手帳、3アクセサリー、4洋服。この4つです。3のアクセサリーかな。おお、じゃあ行きますか。あ、君は、あ、自分は、自分本や手帳、あ、うん、いいね、使えそうなやつ、実用的なもの、実用的に、そうそうそう。じゃあこの結果いきたいと思います、はい、この心理テストではあなたが好きになりやすいタイプを表します。うん、バラの花束を選んだ人は、見た目や肩書きに加えて性格が良いなど完璧な人を求める傾向があります。お、本や手帳では頭の良い人など賢い人を好んでいます。さあ、そうなのかな。待って待って、え、何ですか、うんうん、何ですか。 いいけどさ、はい、うん、どうぞ。あ、まあまあ、いきますね。アクセサリーでは財力のある人、貢いでくれる人を好んでいるかもしれません。待って待って待って、今後に響いてくるよこれは。そんなことはないです。ないんですか。ないです。お、そうですか。あ、じゃあ待ってください。最後の洋服は小さな優しさに弱いタイプで、どんな人であれふとしたことで好きになってしまいます。どっちかっていうと4です。あれ。アクセサリー、私お金と恋してるわけじゃないの。あー、やばい。そうですね、はい、すいません、ちょっと控えますね。下手したら私あのね、足元すくわれる。ちょっと危ない感じで。あ、どうします、もう一個いきますか。もう一個いける、いける、いきます、いきますか。いける、いける。じゃあもう一個いきたいと思います。あ、次ちょっと恋愛とは違うんですけど、はい、ああ、将来に関わるもう一個のことを上司と部下という関係のものでいいですか。どうぞどうぞ、はい、ではいきますね。あなたはとてもとても長い塔を登っています、うん、しかし登っている途中であなたは疲れ果ててしまいました。この時あなたが自分自身を励ます言葉として使うのは以下のうちどれですか。4択です。うん、1、辛くて当然だからまだまだ頑張ろう。2、これくらいどうってことない。3、もうすぐ頂上だからあと少し頑張ればできる。4、ここまでよく頑張れたな。うん、4択です。2、これくらいどうってことない。おー、ほう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 。さあ、とはなんだ。3ですかね。おう、もうすぐ頂上だからあと少し頑張ればできる。いいですか、君はやればできる子だ。あ、っていう。では結果発表お願いします。結果いきますね。これはあなたが上司になった場合、部下に対する説教を表します。うん、これで説教の仕方が分かっちゃうかもしれないです。いきますね。1の、
辛くて当然だからまたまた頑張ろうを選んだ方は基本仕事は辛くて当然というだという話を重視しています。これくらいどうってことないを選んだあなたはこれはできて当然という話を重視しています。3のあと少し頑張ればできるを選んだ方はとにかく頑張れば何でもできるという論を重視しています。4を選んだ方はここまでよく頑張れたなを、あ、すいません、選んだ方ですね、はまずすいません漢字がねぎらい、ねぎらいの言葉をかけることが重要という論を重視しています。あ、さっきと今のでだいぶ性格悪い人になりました。いや、ま、いいけど、まだまだよくないよ、よくないけど、いや、いい、まあ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 信じない、これは。そうそうそう、こういう人にならなければいいんだ、うん、そうです、そうです。 今ね、いいことだけを信じた方がきっといい結果が出ると。そうだね、うん、そうそう。あ、どうします、もう、じゃあ今日の、はい、心理テストは心診断は以上となります。はい、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。心診断面白いね、うん、私は好き。好き、うん、よかった。どうします、では曲だね、曲いこうか。曲では佐藤、曲紹介お願いします。はい、じゃあ3曲目お送りします。ゆいでアゲイン。アゲイン。やばい、ロゴがやめろ、無理、絶対無理、絶対ダメだよ。2日間徹夜、無徹、やばいやばい、無徹、強、無徹だ、さすがにもう2回は嫌だ、うん、ダメだよ、今日寝てんの一緒に寝てこう、一緒、一緒じゃない、一日死ねって言ったね今、違うよ一日一日寝たらいいくらいだ、ダメか、今の時間も始まった、はじめだな。肩と脇腹と膝は赤いの。え、もう一回もう一回。復習復習。危ない危ない。うるさいよ、生物やりなさい。生物家。やる予定もないし。くすぐったくならないツボを調べとく。調べたからさ、調べたからさ、うん、もう痛ければ感じないよ。そういう問題じゃないんだよ。痛ければ感じない。すごいな。なんか副交感神経がどうのこうのって話が聞くと、なんてわからない。この時間でさ、なんか、うん、なんかしたいね。ね、何する、佐藤の一発芸コーナーできないよ。宿題しよう、宿題。隙間時間で、隙間時間で。聞こえてないね、ダメだ。隙間時間を。隙間時間で宿題を終わらそうなんて学生の鏡じゃないか。宿題ってこっちだよ。ここで終わらせてもうだけど、あれってなる、うん、いつの間にっていうね、うん、今週の宿題やってからやる、
全然見えない。今日は顔が青白いかもしれない。いや、外が黒く見えるね、めっちゃ、ね、本当だね。本当だね。そんなすぐ。まあ、あと30秒でーす。はい。本当だね。合ってるけど。じゃあね、じゃあね。ではゆいのアゲインをお送りしました。この番組では各コーナーでメッセージを募集しています。メールアドレスはすべて半角で 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスとユーストリームで映像と音声を配信ネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんのツイートお待ちしております。ハッシュタグは F コーラジオです。はい、はい、終盤ですね。終盤ですね。あ、終わり頃ってことです。あ、じゃ あ宿題、宿題しますか。先週の、先週出された宿題を終わらせましょう。では今週はドナルド・フォント・ルロイ・ダックを5回言えっていう宿題、どうぞ。いや、え、自分ですか。うん、はい、じゃあ行きます。ドナルド・フォント・ルロイ、え、もう一回言っていいですか。いきます。ドナルド・フォント・ルロイ・ダック、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 え、ドック、ドナルド・フォント・ルロイ・ドック。あ、ダメだ、すいません。では5回いけなかった。ドナルド・フォント・ルロイ・ドック、ドック。アヒルじゃなくなっちゃった。犬になったね。やばい。じゃあ私で行きます。はい、お願いします。ドナルド・フォント・ルロイ・ダック、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 ドナルド・フォント・ルロイ・ダック。うん、噛んだ。噛んじゃうね。フォント・ルロイ・ダック、本名難しいね。あ、本名なの。ドナルド・ダック。あー、そう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 、ディズニーのあのキャラクター。やばいね、アヒルのやつだ。そうそうそう、ドックって言っちゃったからもうごめんなさいって感じ。何になってる。まあいいか。おかしいね、あそこでね話してた時は何回も言えたのに、ね、ちゃんとね言えたんだけど、やっぱダメだった。じゃあ先週の終盤さんから出されたお題は片付けましたっていうことで。では来週の終盤さんのお題は何にしましょう。はい、来週は5センテンスってやつを、え、スペイン、スペイン、スペイン語で、英語で、英語で、あ、すごい、英語、え、英語がいいんじゃないですか。英語でいいね。この5センテンスっていうのは、うん、英語のたまに課題で出されるやつを丸パクリっていうかしたやつなんですけど、英語の、うん、あ、5文、5つの文章で1つのものを紹介するってやつで、うん、今回はそれを英語で文章を作っていただいて、うん、今回は普天間高校について、普天間高校についての英語で5センテンススピーチ。はい。わあ、頑張って。2人でやっぱ考えた方が入ると思うんで、うん、そうしていただきましょう。間違っても来週のラジオの担当になりたくない。絶対嫌だ。そうですね。来週は誰になるんですかね。お楽しみってことで。ちょっと英語が苦手そうな人に振ろう。やってみますか。何人か心当たりがある。おお、それは心強い。さすがにちょっと怒られるけど。まあまあまあ、頑張ってみましょう。ああ、じゃあ来週の終盤にちゃんと伝えておくので。伝えておこうね。うん。また聞いてくださいね。うん。どうします？ではここで。ここで新しいコーナーを待ってください。で言いたいところだけど、まあね。うん。終わりの時期に、うん、終わりの時間が近づいてまいりました。早いですね。うん、夏休みのさ、福島に行ってる間はラジオの担当やれないじゃん、うん、ちょっとね悲しいね。悲しいですね。うん、別の日を、別の日か。夏休みの
ね、予定次第だね。予定次第だね。結構忙しくなりそうね。うん、すごい充実感。やばい。見た、あの数学の宿題の量。あ、まだ見てない。やばかった。うん。すごかった。うん。あ、死んでる？あ、生きる。あ、生きる。生きてる。生きてる。あ、よかったよかった。大丈夫大丈夫。まだ大丈夫。怖いね。そうだね。課題がいっぱい来るんだ。去年なんか、うん、1人500円で意見文の宿題代行するよってやってて、その代行した作品が賞取って全国行ったって人が他方だけどいたよ。すごいですね、まあ、すごい商売で、ね、ビジネスで、ね、うん、すごいですね。そうだね。じゃあ頑張っていきますか。そうね、夏休みも近づいてるし頑張りましょう、うん、頑張ろうか。はい、じゃあここで締めたいと思います。はい、お相手は村上里と山内夏でした。来週も日曜日11時にお会いしましょう。ではさよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。